こちら穏やかな時間が流れる風林火山の本拠地江東区は RE 雨宮。東京オートサロンに向けてデモカー制作が急ピッチで行われる中、今日も海さんは軒先でポートをガリガリ。そこへ鳴らしに行くぞって海さんに呼び出されたクルリンが到着。海さんおはようございます。おお、遅かったやねんかよ。すいません、鳴らしがてら円形さんにホイールをおねだりしに行くから。おねだり頼ますよ。一緒に。おねだり大事。というわけで、鳴らしがてらホイール工場見学に行きますという建前のもと、円形の本社がある浜松へ出発。クルリンはこれが鳴らし初走行。6速ない。6速ぐらいです。4速です。4速？6速ぐらいダメで、なんで？あ、4000出しなきゃいけないと思ってやってるの？そうですね、ある程度した方がいいのかな。ああ、そういうことね。はい、わかんないですけど、あんま鳴らしっていうあれがね。鳴らしはね、はい、アベックシールが新品だと、はい、やっぱりね、あんまり鳴らしやらないと反っちゃうんだよね、熱が入んないから。できるだけ低いギア、低いギア、まあね、そういうのあんま関係なく、うん、そうだね、軽く流して走るのがいいんだよね、とりあえずは。はい、ゆっくりゆっくり独速で行きましょう。それが鳴らしだから。ダメだったら運転交代するから。まあとりあえず今日は鳴らして円形さんに行って、はい、どんなかっこいいホイールもらうか。そうですね、それ見た目は大事ですからね。そうそして円形本社のある超高層ビルに到着。おお、何これ、めっちゃ高いっすね。これが円形の本社に入ってるビルだよ。うわー、上見ないっすね。あのさ、10キロ先からでも見えるという浜松のランドマークはさながら浜松ヒルズ。ホイールがディスプレイされているおしゃれな回転ドアがあるエントランスを抜けて、いざオフィスフロアへ。でもさ、向こう側に行ったら出ないと回り続けちゃいますよ。おはようございます。おはようございます。どうも。になります。恐れ入りますけど、はい、ケントさんに会いに来たんですけど、はい、いらっしゃいますか。お待ちくださいませ。と突然の訪問にも優しく迎えられたのだが、あれ、海さん、あ、なんでここにいるんですか。来ちゃいましたよ。今日の待ち合わせここじゃないですよ。あ、そうですか。ここまずいっすよ。せっかく来ちゃったから。アポなし、ちょっとまずいですけど。せっかく来ちゃったからさ、くるりん、ほら、すごい、ほらほら、くるりん、すごいすごいすごい、くるりん。せっかく近くまで来たから皆さんに挨拶せねばという大義名分のもと、どうしても一度見てみたかった本社に突撃。F1 にもホイールを供給する高い技術力を持ち、自動車メーカーの純正ホイールも数多く手掛ける円形。ホイール以外にも様々なアルミ製品を作っており、世界各国に支社を持つグローバル企業なのだ。さすがやっぱり世界の円形さんですね。地上26階からの絶景を堪能し、おしゃれな和風の佇まいのオフィスを案内してもらって、お騒がせご一行は本社を後にする。そして本来の目的地であるホイール工場へ。ここで自慢の最新技術を見せてもらいつつ、おねだりの木を伺う。いや、工場に来ましたけど、はい、すごいですね、これ。ありがとうございます。どうぞご覧ください。ちょっとびっくりしましたね。といった感じですね。ここは企業秘密でして、はい、原さん、ごめんなさい、実はお見せすることは、撮影することはできないんですよ。撮影禁止で。せっかく来たのに残念ながらトップシークレットのため撮影 NG。ちょうどここは円形のマットという、製法になりまして。マットですか。はい、デザインだけ鋳造したものをですね、ローラーを使って、インナーリム部分をろくろのような形で伸ばしていくことによって、リム部分の素材強度を、強化させているという工程になります。ちょっとあんまよくわかんないけど、ね、皆様は見学に来てもらいたいですね。これはマット製法のおかげで軽くて強いホイールができているんです。工場はいくつもの建物とフロアに分かれ、普段なかなか目にすることのできない状態のホイールがあちらこちらに。測ってきたところ、これホヤホヤです。機械と人の手作業をバランスよく合わせることで、
デザインに富んだ鋳造ホイールのトップブランドとしての地位を守り続けている。ここが最終検査工程になります。ホイールの外観ですね。毛羽がないかとか、どこかで不良がないかとかっていうのも手に取って見て検査してます。これを終えると、ようやくユーザー様のもとへ配送ができる梱包工程になります。僕も本当に仕事がなくなったら、ケントさんになんとかアルバイトを使ってみて。滅相もない。お願いします。とても浜さんを使うなんて。いや、君はもうドライバーで頑張らなきゃダメでしょ。そうですね、頑張ります。ということで、いよいよ本題のおねだりタイムへ。今日は朝早くから工場見学ありがとうございました。こちらこそ、まずはお越しいただきました。ありがとうございます。だけど本当の目的は、本当の目的はなんですね。何でしょうか。雨宮の、はい、風林火山の車をね、今作ってるんですけど。やってますね、はい。それのホイールをなんとか、はい、ホイール、はい、今回そのために来たんです。工場見学っていう。いやいや、今回そのために来たんです。何卒お願いいたします。何卒ありましたね。お願いします。いやー、そこまで。あ、天さん、ちょっと表を開けてください。今回天さんのご利用し、いやいや、熱意に化けてテント陥落。 D18 にも装着されている PF01 をゲット。円形さん、ありがとう。鳴らしを終えたエイトちゃんは富里でセッティングにかかる。これまでアマトのエイトを手掛けてきたスペシャリストからどんな味付けが施されるのか。まずはチューニング後初のパワーチェック。雨宮オリジナルレドム A タイプの革新へ。レドム A タイプの最大の売りは、トルクガードを外すことによって、スポーツカーとしてお楽しみいただけることだと思います。一般的によくトルクガードと言われるようなプログラムなんですけども、主にやっぱりスロットルも補正されるんですけども、加速補正とかそういう面でもやっぱりそのガードがかかって、今までのワイヤー式でいうと、1対1の状態なのが、実際アクセルを奥まで踏み込んでも、反応が遅れて踏み込んでいって、シフトアップの時のアクセルコントロール、そういうのをノーマルコンピューターではガードされています。まずこれを戻さないと、せっかく点火とか燃焼とか揃えて馬力をきちんと揃えてやってもガードがかかってるんだと 100% 効果が出ないので、そこら辺をきちんと直してやると、本来のエンジニアが設計した状態に戻って、スポーツカーとしてお楽しみいただけると思います。この車は、サイドポート加工で、オグジャリポートの閉じのタイミングをかなり遅らせているので、ポートの有効面積がかなり大きくなっているので、早めに開けすぎると中低速のトルクが減ってしまうので、そこら辺の回路の調整とかそういうのを、きちんとセットアップしてあります。パワー特性としては、3000回転ぐらいから全体的に少しずつ馬力が上がり始めて、それでマックスで8000、9000回転のところで30馬力ぐらい止まるより、出力が上がります。パワーを、あまり追いかけちゃうと、触媒に負担がかかったりとか、やっぱりエンジン内部油膜切れとかそういうのも起こすので、基本的には NA で5馬力を追いかけるために、耐久性とか、触媒の寿命とか縮めてもしょうがないので、基本的にはスポーツ走行が楽しめるような、安心して楽しめるようなコンピューターに、エンジンに仕上げています。よくフルノーマルの状態でどこから始めたらいいんですかって方が多いんですけども、昔はコンピューターっていうのは最後の仕上げって形でお勧めしてたんですけども、今はとりあえずコンピューターやってガードを外して、松原エンジニアが当初どういう状態で、スポーツカーとして送り出したかったなっていうのを確かめられてから、それで馬力的とかレスポンス的に良ければ次に足回りとかそういう方向で行って、その次にステップで考えていけばいいんじゃないですかって形でご説明させていただきます。素材本来の性能を引き出す、それが雨宮流のコンピューターチューニングなのだ。はい、というわけで、鳴らしが終わって、おねだりツアーも終わり、ベンチのセッティングも先ほど、終わりました。次はオートサロン、風林火山ももちろん出店します。で、やっぱり車はかっこよくなければいけないので、ドーン。
出ました、フルエアロ。まずですね、ボンネットですね、これ風が結構抜けて冷えます。そしてサイドステップですね、これ見た目だけじゃなくて空力も考えてあるんで効果バッチリですね。でさらにサーキット定番というかやっぱタイムを狙うんで GT ウィング、そしておしゃれは後ろからということですね。リアバンパー、これ D1 と同じ形なんですけどもリアバンパーも変えます。そして今こちらにはないんですけども風林火山用にマイナー前の 8D1 と同じような形で今製作してるんでそちらの方はオートサロンの方でちょっと見てもらうって形になると思います。そしてさらに今色シルバーなんですけど色も変えちゃいます。この車あなたの車になるかもしれません。あなたの車ですよ、必ず見に来てくださいね。あなたの車です。よろしくお願いします。